の時間が近づいてきました。残されたのは3人の猛者たち。三つどもえの戦いです。その海鮮のアイスを告げる人形たちの叫びは、三人の挑戦者に届いていなかった。悲願の成就まで、あと一歩。そんな状況において、油断するものならば、ここまで勝ち残ることはできなかったであろう。彼女たちは一様に、その時を待っていた。誰かが動き出す、その瞬間を。新たに目覚めた能力が勝敗の鍵となる。前の戦いでそれが嫌というほど分かった。だから力を使われる前に私が使う。
リスさんに対抗するには代償を覚悟しなくてはならないみたいですね。本当。敗者には敬意と弔いを。アリスの代償は力の制御ができないといったところか。ドロシーの代償はまだわからない。もう少し様子を伺う必要があるな。敗者には敬意と弔いを。ドロシーは少し離れた場所で観察するスノーが気に食わなかったようだ。卑怯だとスノーは非難するだろうが、私もそれに乗る。
二人の強撃によって胸に深い傷を負った。ああ、あと少しだったのに。今まで犠牲になった者たちは許してくれるだろうか。志半ばで行く私を。残された力は少ないようですね、アリスさん。さて、どんな風に実験してもらいたいですか？
まだ死ぬわけにはいかない。ドロシーの代償は倫理観の欠如。力ずくで決める。スノーが命を賭して作ったわずかな隙をつき、ドロシーを貫いた。もっと傷ついて。鈍い痛みと頬を伝う鮮血だが、その痛みがアリスの意識をかろうじてつなぎ止めていた。息切れするアリスの眼前にドロシーの大ぶりな一撃が迫る。その機を逃さずに、アリスは右腕を犠牲にする覚悟でそれを受け止め、すかさず王を操り、胸を裂くように一閃した。残念でした。そんな原始的な手口は
お見通しです。アリスの決死の力を込めた攻撃をいとも簡単に掴んだドロシンは饒舌に言葉を続ける。もしかしてもう回復したくてもできないんじゃないですか。そうでしょう。そうですよね。この剣が折れても、この腕が奪われても、すごい興味深い。魂がある限り戦い続ける。そう決めた。いいいいですよ、アリスさん。とってもいじめたくなるような表情をしています。すごい。さて、興味深い。こっちの腕も潰されたらどんな表情を見せてくれるのでしょうか。こんなところで立ち止まるわけにはいかない。ああ、なんだか飽きてきました。口では強がっているみたいですが、正直もうそこは見えてしまっています。まだいるんでしょう。スノー、ああ、私の全部をくれてやる。だからこの汚れた争いを終わらせてほしい。約束する。こんな最後も悪くない。表情もできたんですね。アリスの剣が肥大化したドロシーの頭蓋を貫く。噴出する血しぶきとうごめく闇、降り注ぐ鮮血に打たれながら、アリスは赤い月が浮かぶ空に祈りを捧げる。私の願いは彼の復活。そのためならどんな苦痛にも耐えられる。その願いに呼応するように月は砕け、世界は歪み、新たな形に生まれ変わろうとしていた。ついに優勝者が決まりました。おめでとうございます。優勝者のアリスさんには素敵な商品が。次回は最新章ということが、この次回予告も最新回です。思い起こせばいろいろありました。怒られることもありましたが、
なんだかんだ楽しかったですよ。皆様もお付き合いいただきありがとうございました。またどこかでお会いできるのを楽しみにしています。またね。私は殺した。私自身を幾度繰り返そうともなれないのは、きっと罪悪感を感じているからだ。あら、壊れちゃった。壊しちゃった。でも、望みを叶えるには殺し続けるしかないのです。エンサの声が脳裏にこだまする。その嘆きは弱い私の心を揺さぶり、押し込めた衝動を解放せよと優しく誘う。もう少し、もう少しだ。すべて終わればこの体などくれてやる。だからそれまではお前たちの悲願は私が背負う。そう、これは最悪の物語なのだから。ようやくここまで来ました。いいえ、まだまだこれからです。ヒクマンのしたための上でアリスの悲願は成就する。二人きりの孤独な世界で君は何を叫ぶのだろう。果たして笑っているのでしょうか。すべて無駄なことだったと嘆くのでしょうか。最後の瞬間にあなたが叫ぶ道徳を私たちは幾度も見てきました。これがあなたの望んだ作者の姿です。会いたかった。あなたのためにずっと私は。痛いよ。どうして攻撃するの？騙したのか。
倒した相手も同情などしない。振りかざした刃を振り下ろすことができなかった。アリスが意を決した瞬間に、おぞましい姿だった化け物の姿が変わったから。趣味の悪い冗談だと頭では理解している。だが体はどうしても動かなかった。アリス、君を愛している。アリス、アリス、僕の可愛い。殺す、何もかも、すべて。まがいものだと知りつつも、焦がれるほどに求めた存在に抱きしめられながら、アリスは呪うように絶叫した。あなたはアリスなのか？ここで皆様にお知らせがあります。魂の数が予定値に到達しました。皆様のおかげで無事に欲望にも余剰があります。希望は叶いますが、覚悟はできましたか？
ずっと不安だった。ここは？この世界は？本当に私の居場所なんだろうか、と。誰かと一緒にいても、常に孤独を感じていた。ぼんやりとした恐怖に苛まれていた。未来のことを考えると怖い。現実と向き合うのが嫌。過去を思い出したくない。逃げたい。ナイトメア、私が倒すべき敵。でもこれは本当に敵だったのだろうか。この悪夢を生み出していたのは。倒した相手に同情なりしない。勇気のように佇むアリスの周りで、世界が雨のように溶けて歪んでいく。いつの間にか彼女の目の前には巨大な迷路が広がっていた。大変大変、遅刻する。一匹のウサギがどこからか大慌てでかけてくる。人間のように走るウサギはなぜかチョッキを着ていて、手には懐中時計を持っていた。ウサギは大急ぎで迷路の中へと走っていく。それに誘われるようにしてアリスも迷路に飛び込んだ。ウサギを追って飛び込んだ迷路の最初の扉。そこには、正義とは何か、と美しい字で書かれている。答えられない私は、別の道を探すことにした。次の扉には、卑劣の何が悪い
書き殴られていた。自分の心の中にあるずるい部分を言い当てられた感じがして、私は別の道を探すことにした。一気に決める。この勝利は彼のために。次の扉には虚妄に逃げようと小さな字で書かれていた。現実に向き合えない自分を見透かされた気がして、私は別の道を探すことにした。全部倒す。次の扉には睡眠は最高と授業中に居眠りして書いたような字で書かれていた。眠ったら二度と目が覚めない気がして、私は別の道を探すことにした。次の扉には暴力は楽しいと幼い子供のような字で書かれていた。
なんとなく理解できてしまうことが怖くて、私は別の道を探すことにした。次の扉には飛脚趣味は悪いこと？と流れるような文字で書かれていた。自分の中の暗い部分を引きずり出されるような感じがして、私は別の道を探すことにした。次の扉には誰かに依存したいと気弱そうな文字で書かれていた。気持ちはわかるけれど、自分の意思で決めたいこともある私は別の道を探すことにした。悲哀、探求、老害、暴食、成金、
純潔、耽美、豪華。迷路の中の扉には必ず何かの言葉が書かれている。私はどの言葉も受け入れがたくて、逃げるように他の道を探した。ずっと戦い続けてきた。もう少しで答えが分かりそうなのに。この世界を変えられるのに出口が見えない。誰か助けてほしい。誰か、誰か、誰か助けて。そうか、そうだったのか。答えはいつもここにあったんだ。あなたがこの世界に来た意味、それが鍵だったんだ。どうか、どうか、この呪われたライブラリ世界を壊してほしい。あなたは誰？そう、そうだったんだ。あなたはずっと私と一緒に戦っていたんだね。私を一番近くで見ていたんだね。私は一人じゃなかったんだね。ずっと苦しかった。不安だった。この戦いに何の意味があるのかと疑いを持ってしまったら、全てが終わってしまう気がして。でもちゃんと意味はあったんだ。だからあなたはここに来て、私に。これはすべて私の中の欲望が形になったもの。恐ろしい姿なのは、私が欲望を恐れていたから。私の心も弱かったから。でももう大丈夫。
私はいろいろな欲望の形を知った。それならちゃんと向き合って付き合い方を知ればいい。作者に頼らなくても、ライブラリじゃなくても、私はきっと生きていける。だって私は一人じゃない。後悔なんてしない。これが私の選んだ道だから。今まで一緒にいてくれてありがとう。救ってくれてありがとう。私は、私の名前は